住まい北山博光は6月退場へ。空前の11人退場はジャニーズの終わりの始まり三宅県金プリ平野資料神宮寺裕太インパクト大相撲。魔、ま、の23年後 &6 月。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 ジャニーズの人気グループ KI2 の北山博光37がジャニーズ事務所を退所することになると4月26日配信の文春オンラインが報じてから2週間ほどが経過した。キスマイは元スマップチーフマネージャーの愛氏が率いる愛氏派でスマップ解散騒動前後から退所説が取り沙汰されてきた。 また、テレビ広告業界関係者からも、次に危ないグループ、と見られてきたと、週刊文春、文芸春秋、が報じていた。これまでも、北山の対処説は多くのメディアで取り沙汰されてきたが、数々のスクープを放ってきた文春が報じたこともあり、事務所を去るのは確定的だと見られている。四角北山の退処は、エンドラスショック、を抹倒してから、ツイッターには、 北山くんがテレビ出てるの見かけると退場報道がちらついてちょっと切ない気持ちになる北山さん退場しちゃったら本当にキスマイ降りるかもしれない。という究極のところまで来てます。7人が大事ばった。それに、北山くんの存在は大きい。大きすぎる、北山くん、退場するのかしないのか、とりあえずちゃんと話してほしい。といった驚きや悲しむ声が寄せられている。 ふみはるオンラインによると2022年秋から何度も北山は事務所と話し合いの場を持っていたという。当時、滝沢秀明氏41が退場決めで周囲に相談し、5月2日に退場した元 V6 の三宅県43も事務所と交渉を始めたタイミングとも重なっているとされる。最終的に北山が 退場することで話はまとまり、現在は退場時期の調整をしている段階だとも記事では伝えていた。気になる退場時期ですが現在出演中の舞台エンドラスショックを全うしてからということになるようですうよ。芸能プロ関係者。資格調整がつけば6月にも退場課近ン k DS の堂本光一44が主演を務めるエンドラスショック。 とスピンオフ版、エンドラスショックアターナル2、北山はライバル役で出演。北山の出演会は5月7日から同31日まで東京帝国劇場で上演されている。ここで区切りをつけることになると言います。最終的な調整がつけば、エンドラスショックが終わってすぐの6月にも退場ということになるようですね。ただ、北山さんだけではありません。 この5月と6月は空前絶後の退場ラッシュになるとも言われています。前での芸能プロ関係者。5月2日、元 V6 の三宅が退場。同22日には q n g o p スから平野市要26、岸優太27、神宮寺裕太25が脱退し、平野と神宮寺は同日に、岸は今週に事務所からも退場する。 資格わずか2ヶ月で11人が退場する可能性も、ジャニーズ JR、うちユニット一パーチと RS も5月末をもって退場するのではないかと関係者の間ではささやかれているようだ。彼らは東西ジャニーズ JR、スプリングペラダイス。 というイベントに出演中で、イベント自体は6月12日まで続きますが、イムパクト ORS の出演日程は5月22日から25日までですからね。ここが最後になる可能性が高いと見られているんです。全道、ここに北山を含めると、三宅、金プリの平野と神宮寺、7人組のイムパクト ORS。 5月から6月にかけて実に11人のタレントが退場することになる。まさにドミノ倒しのようにタレントが辞めていくような状況です。ジャニー北川氏、去年87が逝去してからタレントの退場が相次いでいますが、ここが一つの大きな山場になるのではないでしょうか。どう 四角スノスト、CD デビュー秒読み JR にもくすぶる対処説、滝沢氏が育成やプロデュースを手掛けた滝沢派のスノーマンやシクストーンズにも対処説はくすぶっている。キスマイも北山さんだけではなく他のメンバーもどう動くかわかりません。北山さんは藤ヶ谷太穂さん、35、と玉森優太さん、33。 そのメンバー内での仕事の格差に不満があったことが退場のきっかけだとも言われていますが他のメンバー間にも格差は存在しますからね。さらに JR うちユニットではやはり滝沢さんが管轄し CD デビュー秒読みとも言われる CJEDS 飛び少年もどうなっていくかわからない。ジュリー氏が管轄している関西 JR の AA。 グループの方が CD デビューが近いという見方もありますし、JR の東西統合の話も出ています。最悪の場合、GJEDS、飛び少年はデビューできない可能性もある。もし本当にそんなことになれば、彼らが退場を決意する展開も出てくるでしょうね。 この2ヶ月の間に、一気に10人を超える退場者が出れば、やはりそのインパクトはとてつもないでしょうね。前での芸能プロ関係者、多数の退場予備軍が控えていると見られているジャニーズ事務所。ま、の2023年5月6月が、J とっての終わりの始まりということにならなければよいが、ああが、近く、オーラがすごい。 人牛自由た祭りを前におたけびをあげるリンリンしすぎる横顔。金プリの冠無理番組、KNG&PINSL。日本テレビ系派5月13日に最終回を迎え同20日に初のゴールデン特番を放送する。5人の金プリが特番でどのような立ち回りを見せてくれるのか、多くのファンが注目しているのか。